言は高校行っってたたらどうなってたと思いますかいやこれ分かんないんですよね。分かんないけれども、少なくとも今の道で間違いなかったというふうに僕は思ってますね。あの結論から言うと、中学受験、僕、落ちてるんですよね。だけど、落ちてるからこそ、結果、そこからの逆転劇じゃないけど、まあ、逆転してるかどうかはさておき、あの、いい人生をね、 歩めててるるなといいう,うに思っているわけですよあのだから失敗があったとしても結局それを、ねしまあ、失敗じゃないんですよね失敗があったとしてもって今便宜上失敗と述べているだけで失敗ではなくてただまあ一般的に失敗風に見えてるものも、まあ、そこの通過した先を 成功の道として捉えられるかどうかっていうところは、もうその後の自分次第で。だから改正高校行ってたらどうなってたかっていうと、僕はもう現状大成功。もうこの道しかなかった。その中学受験の結果も含めて、その道しかなかったって思ってるので、まあ、あの、たらればですが、 今の人生が一番、だから今の人生よりいい人生はなかったというふうに僕は信じてますね。まあ、おそらく言ってたとしてもね、結局言ってたところで、その道を僕は、まあ、あの、大正解の道にしてたと信じてるのでわかりませんが、まあ、あの、少なくとも今の人生が一番いいというふうに、まあ、そういうふうにして、 来たというかしてこようという努力もしたしこれからもしていこうと思ってるというところでございますちょっと答えのねあのど真ん中の回答ではないけど許してください <music>